銀座は日本全国に多数見られる地名である。商業地や繁華街の代名詞として、地名、町名のほか、商店街や通りなどの名称や通称としても多く、使われる。また何かが多く集まる場所を指して比喩的に、銀座と称されることもある。本校では、各地の銀座について、銀座町、銀座、銀座隊などの要例も含めて記述する。 銀座の名称は、金世に、銀貨の鋳造及び銀字金の売買を担った銀座役所にちなむ。江戸幕府による銀座は、慶長6年5月の伏見銀座に始まり、慶長13年には、京都両替町に移転される。また、慶長11年には、駿府銀座が設立され、慶長17年には、江戸京橋に移転される。慶長13年には、 天領銀山からの地金収積を担った大阪銀座、慶長19年からは輸出用銀の取締りのため、長崎銀座が開設される。完成12年には、銀座の機能が、江戸か柄町に集約された。これらのうち、銀座が現在地名として残っているのは、伏見銀座及び江戸京橋銀座のみである。その他、駿府銀座及び京都銀座は、両替町として、名を残す。 江戸京橋銀座が後に商業地として目覚ましく発展し、新両外町と呼ばれたこの地は銀座の名で親しまれるようになった。そのため銀座は繁華街の代名詞的存在となり、旧街地を含む日本全国の繁華街に銀座と称する地名や商店街が出現するに至った。ありがとうございます。